どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は JFK 空港に来ております。これからね ANA に乗ってね日本に帰るわけですけども、今回ですねアラスカ航空のラウンジ、こちらをねプライオリティパスで入れるラウンジとなっておりますんで、ちょっと行ってみようと思います。それでは行きます。せっかくなんで、パンケーキやってみたいと思います。まずお皿を取りまして、上にねやり方が書いてありますね。で OK を押す。出てきました。1枚目来ましたね。あともう1枚出るみたいですね。出てきました。完成です。でこっちにね多分メイプルシロップであろうものが置いてあります。オレンジジュースをね一緒にいただいてきました。それじゃいただきます。いや利用してる人もね全然多くないんでいいですね。すごいついてます。おそらくギャラリーラウンジっていう隣の ANA のねラウンジがもうちょっと混んでると思いますね。いつも結構混んでる。いただきます。うまい。出来たてのパンケーキが食べれるっていいですね。あのマシンも面白いですね。本当にこれめっちゃうまいですね。お腹空いてたら、まあこれ朝食代わりなんですけど、すごいお腹空いてたら全然もっと食べれちゃうぐらい美味しいです。ちょっと確認しておきますけども、おそらくシャワーがなさそうですね。アルコールは提供されてますけど、シャワーがちょっとなさそうですね。あっという間に食べてしまいました。このラウンジはね、見晴らしもすごい良くて、飛行機もすごい結構広範囲に見えるんで、飛行機好きな人はいいかもしれないですね。
本当に離陸まで見れそうなぐらい開けてますね。それでここにちょっと ANA ラウンジも、ギャラリーラウンジ、隣ギャラリーラウンジなんですけど、ターミナル7のそちらもねちょっと見てみたいんで、軽く、ゆっくりして、出たいと思います。それはね今ラウンジの入り口にいるんですけども、今回ねこちらアラスカラウンジ紹介させていただきましたけども、こちらもね食事アルコール、シャワーはなかったですね。 Wi-Fi はありましたけどもシャワーだけなかったですね。でアルコールはですね大人1人3杯まで無料ということで数えてるんですかねちょっと分かりませんけども、一応規定ではね、大人3杯までとなっておりますんで、その点は、注意していただけたらなと思います。